そういや、夏日姉さん、最近頭痛の方はどうなんや？一時だいぶしんどそうにしとったろ。おかげで、最近はだいぶ調子がいいです。心配をしてくれてありがとう。そうだ、これ。夏日姉さんにお土産。いつもありがとう。あなたには何かをもらってばかりね。これは、紅茶？ペパーミントとレモンバームのハーブティー。頭痛によく効くって有名なお店のブレンドなの。姉さんにも効くかなって思って。そういえばあなた、いっつも頭痛だって言ってたわね。しっかりなさいな。ジェシカちゃん、今年は受験でしょ？人生の節目じゃない。母親のあなたがそんなじゃ頼りないわよ。それに夏日姉さん、私より三つも若いんだから、もうちょっとしっかりなさい。ごめんなさい。生まれつきの頭痛持ちなもので。うちのバトラ君も今年は受験でしょ？ルドルフさんも少しは関心を持ったら？自分の息子のために夏日姉さんみたいに頭痛になるくらい真剣になりなさいよ。俺が何か言えば必ず反抗するやつだぜ。じゃあなんて言うんだ。むしろ逆で遊んでていいぞって言うのか？あいつそういうのだけは素直に聞きやがるぜ。秀吉兄さんのところは受験本当にうまくいったじゃないですか。ぜひ子供操縦術の秘訣を教えてくださいよ。そうやな。何のために勉強するのかっちゅうことを説いたかもしれんな。個々の勉強に意味があるわけやないんや。そう、勉強ちゅうのは分からんことを自分で調べて身につけるという行為の練習なんや。これができんやつは社会に出ても使い物にならん。国語算数ができろと言ってるんやない。勉強し身につけることを学べっちゅうことやな。ご立派ですわ。うちのジェシカにもそれが理解できればいいんだけど、今のままではとてもじゃないけど後ろ宮家の跡取りとしては。いいじゃないの、無理に跡取りにしなくても。女には女の幸せというものもあるんだし、それを親が押し付けちゃ悪いわよ。予算買えば。子供の育て方は家それぞれや。押し付けがましいのはあかんで。ごめんなさい。夏日姉さんも気を悪くしないでね。でも本当に素敵な香りの紅茶ね。早速いただいてみましょうよ。レオポルドの紅茶なんて日本じゃ確か銀座でしか買えなかったはずよ。キリエ姉さんはお詳しいですね。買ってきた甲斐がありました。お二人ともありがとう。それは後でいただきましょう。うちの者がすぐお茶を持ってきますので、どうぞおくつろぎください。二人とも後にしろよ。ウェルカムドリンクくらいごちそうになろうぜ。Thank you.
失礼いたします。お茶のご用意をさせていただきます。おう、シャノンちゃん久しぶりやの。ますますべっぴんさんになりよったな。いえ、あの、どうも。おしゃべりは配膳を済ませてからになさい。お茶が冷めます。申し訳ございません、奥様。いいのよ、夏日姉さん。挨拶の一つくらいしたってどうってことないわよ。もう十分待たされてる分、十分お茶も冷めてるもの。それは大丈夫です。冷めてはおりませんので。シャノン、早く配膳を済ませなさい。失礼しました、奥様。よせよ、夏日姉さん。シャノンちゃんだって頑張ってるのに、いじめちゃかわいそうだぜ。いじめてなんかいません。いい香りね。お茶の銘柄を聞いてもいいかしら。申し訳ございません。後ほど調べてまいります。なーに？シャノンちゃん、自分で入れてるものが何かもわからないの？ダメよ。そんな怪しげなものを来客に振る舞っちゃ、こんなお茶じゃ銀のスプーンでもないと飲めないわよ。すみません、すぐに用意を。ねえシャノンちゃん、銀のスプーンって何に使うか知ってる？銀じゃないとダメなのよ。なぜかわかる？いえ、あの、銀は毒に触れると曇るって言われてるの。シャノンちゃんも一つお勉強ができたわね。姉貴に銀食器なんていらねえだろう。毒舌の姉貴が人舐めしたら銀の皿だって真っ黒に曇っちまうぜ。わしはその毒舌を毎日聞かされとるから、もう毒に耐性がついてしもたわ。エヴァもわし相手には構わんが、耐性のない相手にはちいと加減せんとな。あらあら、ひどい。シャノンちゃんにお茶の知識を教えてあげただけじゃない。
気を落とさないで。姉さんは何も悪くない。見てたのね。そういうお役目だから。奥様もエヴァ様も地獄へ落ちろ。でもそれより卑劣なのはあいつだ。いいの。ありがとう、カノン君。私、全然気にしていないし。ありがとう。カノン君だけでも分かってくれたんで、ちょっと心が楽になったかな。姉さんは心にいろいろ溜め込みすぎる。たまには自分に優しくしてあげて。うん、ありがとうね。そこで何をしている？シャノン、早く厨房に戻りなさい。あ、はい、失礼いたしました。どうした？何かあったか？シャノンは何も悪くないのに。あいつら。やめて、カノン君。失礼しました。すぐに仕事に戻ります。カノン君も自分の持ち場に戻ってお願い。姉さんがそう言うなら。何事もないならそうしなさい。はい、失礼します。おいたわしや。シャノンさん、カノンさん、あの二人がいじめられる理由は何もないのです。しかしゴーダさんに嫌われているのは紛れもない事実。ゴーダさんは後ろ宮本家へいらっしゃられるまでどこかの立派なホテルにお勤めだったそうです。そこで身につけられたというお仕事ぶりはそりゃ大したものだとは思います。ただ合田さんはここでは最も年季の短い使用人。ご自身のそれまでの積み重ねによるプライドもあられたのでしょう。彼は自分より長い年季を持ちながらも未熟で人生経験も及ばないシャノンさんとカノン君を断るごとにいびられるのです。また気の毒なことに夏日奥様にも嫌われております。もちろん年季という意味では奥様の方が長くこの家におられます。ただこればかりは奥様にも同情しなくてはなりません。本当に親方様も罪作りな方でございます。ご自身のちょっとした気まぐれが奥様にこれほどまでの劣等感をお与えになるとはどうして思い至らなかったのでしょう。もちろん奥様とて内心はあの二人に辛く当たる言われは何もないことを重々承知してはおります。しかしそれが理屈でわかっているからといってどうにもならないのが人の心。ああ、ほいたわしや。
私には何もできず、こうして物陰から見守ることしかできないのです。なんかやっと馴染んできたぜ。ジェシカもマリアも6年前からは想像もつかないくらい成長しちまったからよ。正直なところ少しだけ違和感を持ってたんだが、こうして話をしているうちに中身はあの頃から何も変わってないことが分かったぜ。同じ言葉を返してやるよ。バトラだって6年ぶりだってのに全然変わってねえぜ。図体がいくらでかくなっても中身は相変わらずお子様だってことだな。うん、マリアもお子様、マリアもお子様。マリアだっていつまでもお子様じゃねえぞ。お子様から可愛いお姫様に成長していくんだからな。そうしたらまな板みてえな胸もすーぐジェシカ並みになるぞ。そしたら揉ませてくれよ、約束だぞ。揉ませる、約束する。うん、ダメだよマリアちゃん、そんな約束しちゃダメダメダメ。お、約束したから揉ませる。マリア、約束は守る、絶対守る。うん。マリア、お前本当に素直ないい子だな。お前と結婚する未来の旦那さんはきっと幸せ者だぜ。っていい話にすり替えつつ約束を保持してんじゃねえぜ。マリア、その約束はなし、なし。約束取り消し。やっぱりバトラ君も揃って4人で集まらないといとこが集合した気がしなかったね。この6年はやっぱり寂しかったよ。そうだな、こういうふざけた話にはならなかったな。でも建設的な話はできてたと思ったぜ。将来に対する心構えとか受験とか就職とかよ。へっへー、悪うござーましたね。俺が来たらおまぬけなドタバタばっかりでよ。でもマリアは今年のが楽しい。そうだね、僕も同感、今年が一番楽しいよ。いたします。お食事のご用意ができました。シャノン、入れよ。バトラは覚えてるだろ。ご無沙汰いたしております。バトラ様、6年ぶりでございます。シャノンです。はあ、ジェシカにも驚かされたが、シャノンちゃんにも驚かされたぜ。あんたもすっかり美人になったじゃねえのよ。もったいないお言葉、強烈に存じます。しかしよ、この島じゃよっ
ぽど食事の栄養価が高いんじゃねえのか。何を食ってどこを鍛えたらそんなにでっかいお胸になるんだか。ジェシカとどっちがでけえか、ちょいと触って確かめさせてもらうぜ。ジェシカ、ありがとうよ。なんで私が感謝されんだ。いやいや、すまんぜシャノンちゃん。魅力的な胸に思わず吸着されそうになっちまった。つうか、さすがにあの間合いまで来たら犯罪確定だろ。ダメだぜ、抵抗しなきゃよ。ですけど、バトラ様は大切なお客様ですし。あのな、お客様でも犯罪は犯罪。女の子の胸はだいたい10センチくらいからが防空識別圏だな。2センチ圏まで侵入してきたら、これはもう領空侵犯だぜ。スクランブル発進で即ビンタを食らわせてやれ。そんなことできません。私たちは、その、家具ですし。今時こんな献身美徳な子がいるとは、軽いめまいすら思えるぜ。でもダメだ、ダメなんだ。俺がいやらしい顔で迫る。ハッタウス。いや、エッチ。そういうお約束じゃないとオチがつかねえんだよ。頼むよ、お願いでよ。俺を引っ叩いてくれよ。こう、バチンと、バチンと。お願いは聞けません。家具ですから。でも、命令ならお聞きします。それが務めですから。じゃあ命令させてもらうことにするよ。次からバトラ君が胸に触ろうとしてきたら、平手打ちで反撃すること。いいね。あ、はい、仰せつかりました。以後そのようにさせていただきます。バトラ様、ご承知おきくださいませ。6年前はお手伝いさんの連れ子がついでにお手伝いみたいな印象だったんだけど、すっかり一人前の使用人さんだな。今年で何年になるんだ。はい、おかげさまで10年ほどお使いさせていただいております。
さっき会ったカノン君は彼女の弟なんだよ。弟というわけでは。でも私のことを姉と慕ってくれます。何か失礼なことはしませんでしたか？相変わらずいつも通りだぜ。もうちょっと愛想よくすればいいのによ。もったいないやつ。カノン君がご迷惑をおかけしたようで申し訳ございません。別に迷惑なんか何も。同じ男としてわかるさ。ありゃ気難しい年頃だ。愛想が悪いのは当たり前だぜ。おい、マリアもよく言われる。愛想悪いって言われる。カノンと一緒。マリア様は愛想悪くなんかありません。ふう、一緒がよかった。ふう。食事の準備ができたんだっけ？はい、失礼いたしました。お食事のご用意が整いましたので皆様をお屋敷へご案内いたします。じゃあお屋敷に行こうか。みんなもお腹が空いてたところでしょ。だな。ゴーダさんがいる時の飯は楽しみなんだよ。あの人どこぞの有名ホテルでシェフをやってたらしくて、かなり料理の腕があるんだぜ。ほうほう、それ楽しみ。行こうぜマリア。ガツガツ犬みたいに食い散らかすぞ。犬みたいに食い散らかす。ダメダメ、バトラ君の言うことはいちいち真に受けちゃダメだよ。全部冗談なんだから。さ、行こう行こう。